これはもう断言して、その周りの住民なんですけど、地区の人たちで、その創価学会の活動してて、バリバリやってた人たちで、もうそれこそ、総研長の方だったんですけど、その人ももう、がんに、それこそ、さっきの話じゃないですけど、もう患ってて、もう全身に転移して、でもう、もう全身もう動けなくなるぐらいの、その苦痛を、もう味わって、もう動けないっていうような状態で、もう亡くなっていかれたって、もうあれだけだから創価学会のために、総研長にまでなって、でもう自分の、その、時間と命を削って創価学会のために尽くしていった人たちが、もう臨終を迎えるもうその最後のところで、もう地獄の苦しみっていうのをもうこう、じわじわとじわじわとこう味わっていくっていう、そういうその現象というか周りの人たちが実際そういうような感じなんですね。自分の周りの人たちが。でも、その、創価学会の人たちは、まあ、それを、まあ、その、バチだとかなんとかっていうのは気づいてないかわからないんですけれども、でも、実際にその大聖人様のその御所に照らし合わせてみると、やっぱりその、絶対にその、バチなんですよね。もうその、バチから来る何者でもないという、その、今はその、間に、まあ言ったらその、食べさせてもらってるというか、そう、まあ、間が自分たちをこう、その、間の本尊を拝んでる限りは、間が離さないから、いくらでもこう、利益とか、その、何々叶えてくださいって言ったら、じゃあ叶えてあげるよみたいな感じで、まあ、一時は叶えてくれるんですけど、でも、その、それはもう長く続かないんですよね。やっぱりその、創価大学で学生部で頑張ってる人ほど、すごく、その、創価大学生で、その学生部で頑張ってる人ほど、やっぱりその、どん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 疲弊していっているというか、で自分はこんなこと叶ったよとか、こういうふうにその、ご記念して、で、こういうふうな、その、起きないし、もう1時間、2時間、3時間みたいなこと唱えてっていう、やっていったらこんなのが叶ったんだって言うんですけど、でも実際的には、その、まあ、から元気なんですよね、あの人たちって。心が本当にこの充実してて豊かになって、その穏やかになって、その心からの充足感じゃなくて、その一気にこう、なんていうの、もう、魔の通力なんだと思うんですけど、と、バーってこう、その、燃え上がるような、その、魔に瞬動されて、その、魔が与えてくれる、その、利益によって、その、まあ、歓喜しているわけなんですよ。でも、そこが、なんか、もう、その、脱会する前からも大体もう自分は分かってたんですけど、この人たちって、その、一時的にはこう燃えるけど、燃え尽き症候群じゃないですけど、その、燃えて落ちて燃えて落ちてっていうのの繰り返し、っていうのなんだなって